ホセルイス・クルーズ・ジュニアは、プエルトリコのアローヨ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトリョーダ。現在は、MLB のデトロイト・タイガースのコーチを務める。1974年に、プエルトリコで生まれ、テキサス州ヒューストンで育った。父のホセ・クルーズの影響で、少年時代から野球を始め、 父の現役時代は直接指導を受けられずにいたが、1988年に父が引退すると、バッティングと守備を重点的に教えてもらえ、上達していくのが自分でも分かったという。1992年6月1日、MLB ドラフト15巡目で、アトランタブレーブスから指名を受けたが、この時は契約せず、地元のライス大学へ進学した。1年の時から3年連続で、 オールアメリカンに選出され、1994年に行われた第23回日米大学野球選手権大会では5番打者を務めた。1995年6月1日に MLB ドラフト1巡目でシアトルマリナーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 エバレットアクアソックスでプロデビューの後、A 級リバーサイドパイロッツでプレーした。 翌1996年は AA 級ランカスタージェットホークス、AA 級ポートシティ、ルースターズ、トリプル A 級タコマレーニアーズでプレーした。3球団合計で122試合に出場して打率、293、15本塁打、89打点を記録し、マリナーズのマイナーリーグ最優秀選手に選出された。1997年のスプリングトレーニングでは、 左翼種のレギュラー最有力候補となり、プレシーズンゲームで22試合に出場し、打率339、4本塁打、12打点を記録し、レギュラーは確定と思われたが、監督のルーピネラは、経験を積ませるためマイナー意を命じた。当時マリナーズの GM だったウッディウト・オードは、今シーズン中に必ず大リーグで、メジャーデビューすると明言し、5月31日に、 マリナーズでメジャーデビューを果たした。メジャーに昇格したクルーズは49試合で12本塁打を放つ活躍を見せた。1997年7月31日にマイク・ティムリン、ポール・スポール・ジャーリックとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズでも長打を量産し55試合で14本塁打を記録するパワーを披露した。 最終的に2球団合計では104試合の出場で26本塁打を記録した。アメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、ノマー・ガルシア・パーラが満票で受賞し、ガルシア・パーラに次ぐ2位となった。メジャー2年目となる1998年は本塁打の生産ペースが落ち、1997年よりも1試合多い出場試合数で、 本塁打数は15本も減少してしまった。翌1999年も成績が振るわなかったが、2000年にはシーズン全162試合にフル出場し、31本塁打を記録した。しかし一方では打率が242に止まり、三振も129三振を喫してしまった。2001年は打率、本塁打及び盗塁数で、 自己最高の成績を残し、30から30クラブ入りを達成した。2002年は成績が急落し、オフの12月21日に FA となった。2003年1月28日にサンフランシスコジャイアンツと契約を結んだ。2003年、ジャイアンツでプレーしたクルーズは、自身初の100支球をクリアし、ゴールドグラブ賞に選出された。 10月22日には自身二度目となる FA になり、12月17日にタンパベイデビルレイズと契約した。2004年は前年と大きく変わらない打撃成績を残したが、守備ではアリーグ最多となる10失策を記録した。年が明けての2005年2月6日に、KC ホッサムとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 2005年は開幕をダイヤモンドバックスで迎えたが、7月30日にケニー・ペレス、カイル・ボーノの2選手とのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックスでは4試合に出場したのみで、8月9日にはウェーバー工事となり、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2006年は前年に引き続きドジャースで開幕を迎えたが、打撃成績が低迷し、 シーズン途中の8月1日に自由契約となった。2007年はサンディエゴ・パドレスと契約したが、7月31日に自由契約となった。8月18日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結び、その後はヤンキース参加のトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキースでプレーした。2008年には父がコーチを務めているヒューストン・アストロズと契約した。 プレシーズンゲームでは、打撃好調で開幕メジャー入りを果たしたが、6月6日に自由契約となった。翌日に行われたインタビューで、引退の可能性を示唆し、その後はどの球団とも契約せずに引退した。引退後は、MLB 選手会の選手担当特別補佐を経た後、2021年より、デトロイトタイガースのコーチを務める。 ホセクルーズジュニアとされていることからもわかるように、元メジャーリーガーのホセクルーズの息子である。おじのトミー・クルーズとヘクター・クルーズもそれぞれ元、メジャーリーガーである。また、息子のトレイ・クルーズは2020年、MLB ドラフト3巡目で、タイガースから指名され、プロ入りしている。ありがとうございます。